お腹と背中のちょっと運動を、判断にできる運動を教えたいと思いますので、皆さんちょっと本を渡したんですけど、どうですか、皆さん家に帰っているときですね、テレビはこうやって、なんて言われたんですよね。そうですね。ね、そういったちょっとした時間でもいいですので、こういった椅子に腰掛けてですね、ソファーでもいいです。でこれをですね、足で踏んでですね。はい。足で踏んでですね。ここにも伸びてるんです。安全にしよう。ああ、なるほど。ちょっと今日はですね、歩き出してまた、おばたさんの体操が皆さん強いかなと思って、ちょっと強めのこの方法を。しっかり上がってますね。で、これで200円均一で薄くやります。で、もっと強いゴムもありますし、もっと弱いゴムもあります。でですね、これ腕を上げる運動もあるんですけど、背中もしっかり意識するんですね、背中を。これでこのままじゃ腕を上げる。背中をしっかり伸ばしていく。じゃあこれを皆さん10回してみましょう。はい、結構きついです。ここで、はい。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。皆さん、チームウェイだけが出てきました。たった10回なんですけど、結構運動になります。腕の運動にもなりますし、やっぱりこう血流量とかも悪くなってくるんですね。こういった運動もいいです。で、先ほどバッターがこれ行きますよって言いましたけど、こういうような言葉がすごく大切です。はい。これをですね、ある町内でしたらですね、皆さん行きますよ。はい、って言ったら。息も止まっとくですね。10秒後にもしかしたら、ふーっと血圧が上がらないんですね。呼吸をすることがすごく大切ですので、声を出して家でもですね、家でそのね、声を出したら何もかということでもありて、息をふーって、これ、このぐらいでもいいですので、息を吐くようにですね。もう一回、じゃあ皆さん、もう一回やってみましょう。せーの。
腹筋ロペだと皆さんどうですかね、こう、スポーツマンとかテレビやっていて、いらないですよね。で、首も痛めますので、簡単にできる運動です。まあ、押しかけてますけど、皆さん、お尻を出したら前に。腰が痛い方はおられます。大丈夫です。じゃあ、あまり前にやらないで、で、もたれかかってみてください。で、お腹にちょっと力を入れて、触ってみてください。皆さんも大事に、大事に、はい、大事に。ぜひね、ちょっと体を起こしてみましょうか。お腹硬くなります。腰硬くなります。これが腹筋が働いているという証拠です。だから、無理して腹筋を落としてでも、ただこれだけの運動でもお腹って働いている。で、ちゃんとここを鍛えているんだぞって意識することで、やっぱこの筋肉。そんな強い力じゃないですけども、しっかり働いてます。ここに鍛えてるっていうことを意識してですね、ここに、こうして声をかけながら、しっかり見ようと思います。ただ、もう大体、この辺の筋肉って分かったら、胸に手を当ててですね、で、もたれかかって、いきますよ。せーの、これがダメとかはないですので、これ硬い。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃあ今度左足を上げてみます。
せーの。今のはですね、足をこう前に上げます。先ほどお尻の横の筋肉に大切ですよって言いましたね。ちょっと、そう、添えてから足をこう横に上げてみてください。お尻の方を触ってみてください。硬くなるのが、この中臀筋っていう筋肉なんですけども、この、運動、筋肉を鍛えつつバランス取ってですね、これで横に行く時もあると思うので、そうですね。だから、こう添えて、横に
これもバランスをこう運動にもなります、ちょっと筋トレにもなりますけど、これ痛かったらやめてください。途中で20回行ってみます。これはここを、はい、ふくらはぎの筋肉を鍛えるところですね。じゃあ行きますよ、持ってくださいね、はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、皆さんできましたね。20回でいいからと思うわけちょっとね、筋肉が見つかったらあるかもしれませんけど、今だけ筋力トレーニングがですね、やっぱり転ばないため の、 体作りになってきますので、1日1個でもいいですので、無理しないでですね、してもらえればいいです。で、ね、喜ぶステップが必要になるので、1、2、3、4、5、6、7、8、これ踊りの先生もから踊るかもしれないですけど、こうやってですね、いろんな動きの中で一つでこう動いてますので、リズムに合わせてですね、そういうふうに喉の代表とかもですね、こうステップを踏んで運動になってますので、歩きがちの頃にですね、しっかりこう、なんか工夫して取り組まれれば、転倒予防につながるかなと思います。で、よろしくお願いします。じゃあ皆さん座ってください。はい。あ、大丈夫ですね。週間に1回。あ、そうですね。いい運動で、終わったら、大丈夫です。次に2回だけでもいいんですよ。毎週からね、2回とも。なんか最近ね、言われて、いい感じだなって言われてるんですよね。で、一応今日はですね、転倒予防っていうことでのお話と、それに、対しての体作りの運動を指導させてもらいましたので、皆さんから何かこう、ちょっと質問とか、こういうのがわからな